PV ペッツタンクバトルロイヤル遊んでいこうと思います。このゲームはもう見た目通り戦車に乗って、プレイヤー同士でもなんか殺し合うみたいなバトロワ系のゲームなんだけど、今俺が実装している戦車は、シャーマン、ルノーで、これちっちゃいミニミニ戦車。これ足速いんだけど攻撃力が低いっていう。で、チャーチル、コディアック。ここら辺はね、結構使いやすいんだよね。チャーチルちょっと大型ね。これ小型で足速くて、で、結構攻撃力も高いっていう。で、課金することで、ここら辺のめちゃんこかっこいい、重量級のね、バッターが手に入るんだけど、このゲームね、ちっちゃいと小回り効いて移動しやすいんだけど、でっかいと、それこそマリオカート見てく、上から踏めるんだよね、重量級は。軽量級を押し潰せるんで、結果的にやっぱここら辺が強いんじゃねえかなっていう。単純に課金最強みたいな。めちゃくちゃかっこいいんだけど、これもうあれじゃん。ガンダムの世界だよね、これ、ギャラクシー。まあ、これはすごく王道って感じするけど。ここら辺なんか絶対もあれだわ。一年戦争あたり出てきそうだわ。61式戦車。メルカバとか俺すごいかっこいいな。俺名前もかっこいいし、なんか見た目もかっこいいわ。とりあえず今ちょっとお気に入りのこのコディアック使って戦っていこうと思います。さあ、マッチしました。今ね、でもやってみた感じ、何戦かやってみたんだけど、あ、ちょっと待って。ボットしかいないんじゃないのって俺言いたかったんだけど、これボットじゃないか。ついにプレイヤーと出会えたのか。そんな感じでもないな。なんかね、ボットなんじゃねえかっていう、そういう奴らとしか出会わないんだよな。この救急箱を、やばいやばいやばい、なんかやばいやついる。ちょっとね、囲まれてるな。救急キット取ると、回復すると、体力、戦車が回復すると。それで、なんかね、この名前の上に、6とかこうやって数字あるんだけど、これが、なんだろうな、ブロスタで言うところの、ブロスタで言うところは、なんつうんだろう、緑色のカプセルみたいなの。それを得ることで、戦車のちょっと能力が上がっていくよ、みたいな。やつなんだけど、今レベル11ってことだね。単純に。で、このミサイルは、特殊武器、ちょっと待って、来てるな。やばいやばい、ちょっとやばめ。しかも重量級。これ使うとね、やっぱ強い攻撃できるんですよ、このミサイルマーク。これどうなんだろうなぁ。ボット臭いんだよなぁ、すんげぇ。で、コディアックは特殊技が結構強い。ちょっと一発撃とう。ドカーンみたいなね。一発なのに、ボタンは1回しか押してないのになぜか4発撃つっていうね。残り何人だ。残り5人かな。あ、来てる。で、あと通常攻撃がこうやって 連射できるのがいいなーっていう。なんか連射できないのよ、チャージルとか。なんか一発一発がすごく遅い。まあ、火力が高いんだけど、その分一発の。ただ、これなんか連打の方がなんか強そうな感じするっていう。これでレベルが。わ、なんかちっちゃいやつがいる。踏み潰すか。え、この戦車何これ？これ潰せることができるね、こういう風に。ドゴーンってね。今大きくなってるけど、今レベルが上がったから。ちょっと待って。応急キット。押し潰すか。やっぱ押し潰しの方がね、ダメージソースは結構あると思うんだよね。押し潰しは。いや、プレイヤーっぽい人がいないんですけど、これ。こっから撃ってみっか。おもちゃみたい、あ、で、あとダッシュみたいな、こういうのもあるんだよね。あ、チビが勝った。チビの優勝。そして俺がそれを敷く。え、まだ終わってないか。まだ終わってないか。今終わったかと思った、てっきり。まあ、これ敷いて終わりだろう。ね。はい。っていうことで、これなんかボットしかいない気すんだよな。プレイヤーっているの？このゲーム。さあ、マッチングしました。ちょっとね、今回戦車改めてルノーにしました。なんかね、今ね、マッチングちょっと遅かったんだよね。あ、これは、あ、これプレイヤーっぽくない？やっと会えたか？やっと会えたか？なんかガチっぽいもん。見たことないよ。戦車の動きじゃないだろ、それは。間違いなく混じりっ気のなし。あ、やっとプレイヤーっぽい人に会えたな。マッチングがね、いつも遅いの、あ、早いのありえないぐらい。さあ、こういうところでさ、こういうところ、死にそうなところを、よし、倒した、倒した、倒した。来た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 。
いや、多分今のね、プレイヤーっぽいと思うんだよな、動きが。しかもありえない動きしてたし、何あのブースト。ニトロ。これは多分、これボット臭いな。でもさっきの一番最初に当たった相手、あれはちょっとプレイヤーかもしれない。わかんないけど。いや、それとももしかしたら、なんか、気の強いボットみたいな。基本的にこういうスマホゲーのさ、俺オンライン、こういう場、ちょっとグロい。グロいカラーが、カラーリングがグロいです。戦車のカラーリングじゃない。隠れる気がない。主張が激しい。ちょっと敵多いね。ちょっと敵多い。逃げます。わあ、こんなんだったら、コディアックで来ればよかった。自慢の。やばい。寄生している。感染している戦車がいる。で、そうそう、ガスも来るんだよね。嵐、まあ、ストームか。フォートナイトでいうとこの。ちょっと PUBG 的な、PUBG 的なガスっていう。あいつやだな。あ、ミニ。これは潰す。これ絶対ボットだろ。まごうことなきボットだろ。ゴリ押し。あ、特殊技がなんか、マシンガンみたいな感じかな。パラタタタタタっていう。50ミリバルカン砲。80ミリバルカン砲。あのダッシュってさ、なんか、やばい、バケモンと化している。グロい。グロ画像。グロ画像、グロ画像すぎる、グロ画像すぎる。うわー、これは、手を負えないな。さあ、マッチングしました。ちょっとね、コディアックに変えたわ。また元に戻す。でけえな。見たことない、その戦車。殺人鬼。俺はじゃあ遠くから攻撃するか。完全に俺だ、一人を狙ってるわ。イエーイ。ちょっとね、プレイヤーとできれば戦いたいんだけど、殺人鬼とはちょっと会いたくないな。でも、救急キット近くにあれば戦えるかな。火力差で負けたらもうアウトだけど。これご了承いけるな。なんか、パイロットがピエロみたいな、ジョーカーみたいな感じで大丈夫今の。そういうご時世かも。これ欲しいんだよな。矢印カプセル。これで大きくしていく。少しでも見栄え良くする。確か下にもあったよな。あった。矢印。ホンダ突。ホンダ上昇。あ、これなんか誰かの遺体、遺留品な感じする。じゃあなんか鳴ってるな。どっかで危険な音がする。あれ？いないか。後ろとかにいたら困るんだよな。あ、なんか上も行けんのかこれ。ここ。ステージが広い。あれ？ここってなんかさっき俺が遊んでたステージは違うのか？あ、なんか違う気する。今気づいた。あ、ステージって一つじゃないんだ。二つあるんだ。あ、うわぁ。化け物がいる。化け物クラス、化け物クラス。化け物クラス。うん、ここ一回転したけれども、医療キット取られたらもうおしまいですわ。自然治癒とかできないのかな、これ。あ、ちょっとこれ取れねえか。さすがに無謀かな。無謀。無謀ですかね。無謀と言っていいでしょうか、これは。医療キット出せ、医療キット出せ。なんだ、今の技。びっくりした。やばい、この犬はやばいぞ。敷き殺された。ちょっとね、新たな戦車が解放されたんで、ちょっとこれ使っていこうと思うんだけど、なんかね、この T34 って言うんだけど、これ話によると、なんかね、トリチャチストーリーみたいな風に読むんだって、これ。でも俺はもう T34 って言うわ。めんどくさいから。特技、テレポート。もう戦車の概念超えてよね。テレポートできちゃうんだわ、戦車なのに。これ実際どうなのこれ。実際の、これもそうなの ?T34 も。
トリーチャチッチトゥーリー。ちょっとこれ使っていこうか。なんかでもこの戦車結構人気ある戦車っぽいんだよね。なんかこれだけで映画一本撮ってますみたいな、なんかそういう情報も得たり得なかったりみたいな。なんだここ大都市、これまさにガルパンじゃねえかこれ。商店街で戦車ぶん回して大丈夫かこれ。いたー、あれギャラクシーってやつじゃないの。なんか大きなレールガン持ってたよな。やべ、メガルショ。おい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 、現場はどうなってんだ。これかテレポート。え、こんなことできんの。なるほど、こういう能力持ってるのね、テレポートっていうのね。え、何その拡散エネルギー弾、なんでもありやないか。それ最強すぎない？ラフレシアじゃん。これは欲しい欲しい。お前も死ね、バカ死ね、お前も死ね、バカ。メガ粒子砲のお前、そこのお前だ。ちょ待って、みんなでも死にそうだな。なんでこんなにみんな死にそうなの。なんか儲けた、これは。運がいい。みんなボロボロだった。疲弊してた。いや、これはちょっと運がいいな。単純に。通常攻撃微妙だけど、まあ、連射できる。何これ、やめてください。一旦接続確認してからお試しください。おいおい、いいところだろう。なんなの。よかったよかった。途中。再ログインできたわ。ちょっと体力削られてたけど。戦場で棒立ちは許されないぞ。うわ、メガ粒子砲のやつか。一旦逃げるか。なんで俺の方狙うの、こいつ。なんで俺の方狙うの。こいつボットだろ。許せないな。ボットは許せないぞ。なんかね、プレイヤーっぽい人と、ボットの数のこのなんかバランスの良さね。だから、一人二人いんのかな、マイマッチ。マイマッチ、俺除外して、あ、もう終わりじゃん。1対1じゃん。タイマン、メガ粒子砲ばっかり。そんな戦車いるの？メガ粒子砲を搭載している。それかっこいい。またかい。突然こうなっちゃったよ。大丈夫かしら、うちの回線状況。おっと。古舘一郎風に言うと。これ勝ったろ、でも。はい、勝ちました。いろいろ紆余曲折ありましたが。テートリーチャチチトゥーリー。ソビエト連邦の戦車らしいね、これね。